はい、順ちゃんの順でございます。皆様、3月9日、月曜日ということで、まあ朝、ちゃちゃっと、牛魔王戦終わらせようと思っていた方もいるんじゃないかと思われますけど、なんと、牛魔王戦、全く違うもんに変わってきました。では早速、内容を紐解いていきたいと思います。では、スタート！はい、ということで昨日に引き続き工場戦ではなくボス戦のバランス調整をちょっと見ていこうかと思います。で、今回今日月曜日から開幕したのがフンヌの牛魔王。ただここにアップデート後に書かれたところの文面を読むだけじゃはっきり言ってよーく僕は分かりませんでした。味方全体の全ての状態異常に対する免疫、反射ダメージに対する免疫、全てのダメージに対する免疫、1から3人攻撃ダメージに対する免疫を固有のパッシブとして持っています。これやってみてよく分かったのが、まず1から3人攻撃がダメージ無効だよっていうことを言ってます。はい。そして攻撃力を著しく減少させられます。これがですね、物理系の攻撃力がまあ出にくいという感じになっておりますね。はい。一定時間ごとに古文を召喚します。まあこれはまあ前回からずっと出てきたねパターンですからね。で、古文は挑発特定ダメージ以外への高い防御力を固有のパッシブとして持っていて、さらに新消滅をまあ打ってきますということで、まあこの古文に関しては変わっていない。ただダメージで入るソースが変わっている。これっていうのが筆撃、そして制圧でヒットポイント相手に対するダメージを1にしてしまうってどうしようもない条件に持ってきた時に、古文を倒すことが可能ということになっております。ちょっとだけ見ていきましょうか。どうしようかな。まずは私の編成、ご紹介していきましょうか。私が挑戦する編成はこちらになります。デデンとスクルドワンバック、そして覚醒のクリスで、するとキリエルリナ編成の覚醒レイチェルペットでございますね。リチェルでございます。ということで、この5人で行ってみたいと思います。ですね、あまりにも牛魔王戦変わってて、いろいろ喋りたいことがあるんですけど、まあちょっとパーティーの編成を、なぜこうなったかっていうのを、喋りながら、ギミックの方も一つずつ、お話していきたいと思います。まずアタッカー、こちらスクルトにさせていただきました。ですね、まず、一つ目、理由としては物理のダメージが入りづらくなっている。そして1から3人の攻撃ダメージが入りにくい。で、もう一つあります。なんとね、これ貫通攻撃じゃないとダメージ入りません。いくら4人5人の全て系の、スキルを打ったところでダメージ入らない。なんじゃこれって思ったんですけど、どうやらいろんなキャラクターを回していくたびに、まあ一つだけ浮かんできたのが貫通ではないとダメージが入りにくいというか、もう入らないと言っていいでしょう。なのでスクルドに関して言わせてもらえたら、下のスキルですね、敵4人これ採用でしょ。で、魔法力で貫通効果が適用、そして制圧効果を持っている。つまりこのスキルで古文たちも倒すことも可能は可能です。で、もう一つのスキルだと敵4人は採用、そして魔法もいいんだけど貫通が入ってないとなるとスコアの伸びがあるという感じになってます。なので覚醒スキルに関しても貫通が入ってないので、もう下のスキルをひたすら回していくことになります、僕の場合だと。そしてもう一つ、まあこっからはいろいろ編成的な要素もお話ししていきますと、まずこの下のスキルだと貫通は乗ってるんですけど、クリ覚、そして弱点も出さなくてはいけない。そうじゃないとスコアが伸びないじゃないですか。そのために一応武器編成、弱点をつけさせていただきました。まず1本弱点、そしてもう一つはクリティカル率。ただこの2つだけでは発動力がめちゃくちゃ低いということなので、こちらドン、味方のクリ率を 60% 上昇、まあこれによってクリティカルは完結できるということで、クリダメの 60% 上昇で、牛魔王のデススマッシュ、ちょっと先に話してしまいますと、今回は貫通、呪い、制圧です。呪いプラス制圧が入ってきました。この制圧が3回分ということになっております。まあここはネガティブバフ解除で、外していきたい。ここの呪いが入った時に
反撃入るとダメージすげえ受けちゃうんで、反撃スタイルは厳しいんじゃないかななんてちょっと自分では感じております。なのでヒットポイントの防具を全員につけさせています。で、リングは相変わらずクリダメンが 45% 上昇の急所攻撃をつけさせていただいております。宝石、OK ですね。 OK で 20% アップ、そして全てのスキルダメージ 30% で、クリダメンが 38% 上昇、こちらでちょっとスクルドの方を試してみたいと思います。そして2人目、スルトです。もう上さん何のコンテンツにもスルトをつけてきますね、本当に。もうフィーナ1回使っちゃいました。僕46まで上げると、こちら下のスキルの方、巨人の手中クールタイムが100秒になります。これ結構でかいです。なのでもう泣く泣くフィーナ1体使って46まで上げました。僕44だったんですけどね。でこちら対象5000の出撃効果、古文が出撃によって倒すことが可能です。古文は出撃そして制圧などで倒すことができます。固定ダメージが何度入らなくなってます。固定ダメージやっても古文倒せないので、そこで、正面スキル使われて倒れてしまうという形になっておりますと。でこのスキルがだから100秒絶対的に普通にやってたら足りない。なので一応宝石の方でスキルクールタイム短縮 10% をつけてます。本当は武器の方も実は魔女の普通のセット装備の方で 10% のものをつけていたんですが、まあ1個あればなんか回るかなという形に収まりました。で結構僕はスルトもスルトでスコアが伸びる要因の一つだとちょっと感じてます。なので弱点率アップの、クリティカルアップさせて、まあちょっと装備がなかったんで、ここは本当は闇とかつけたかったんですけどね。一応プラゴのちょっと正常になっちゃってますけど、で弱点ダメージの魔法力が 40% 上昇のものをちょっとつけています。で1点忘れていました、状態異常が入ります。ここ気絶です。今回今まで減少減少と思っていたんですけど、減少ではなく今回気絶が、免疫として必要なので、この辺アクセで皆さんつけてくださいということで、じゃあこのスルト果たして100秒もあるタイムを減らしていけるのかということで、この選手が必要になってきますと。こちらリナでございます。もうボス戦なり PVE のね、もうレギュラーですね、この人ほとんどね。まあ、はっきり言って、もう、こちら、クールタイムですね。はい。で、装填の加護で、もちろん、リングは、しっかりと、あれ？あ、まあ、復活リング。本当は、30% 以上のものは、つけた方が絶対です。ひとまず僕、30% ついておりますが、こちら、もっと上げちゃっていいです。で、こちらですね。聖女の石の方で、気絶がついてるんで、これでいきたいと思います。そっか、この辺、神話装備にした方がもっとおもろくないのか。まあちょっとリナこんな感じです。ただ一つ、この牛魔王のスキルで回復負荷スキルっていうのがあるんですよ今回。しかもそれ通常スキルで打ってきます。なので何度も打ち込まれます。それ例えばデススマッシュにそれ入ってれば1回だけ解除すればいいと思うんですけど、そうじゃなくて常に打ってきます回復負荷スキルで。それを解除するにはまあこのネガティブバフ解除が必要になり、もしくはこの回復スキルを1回打つことによってその解除もできます。はっきり言ってリナのこんなネガティブバフ打って回復スキルやってたらもう間に合いません。じゃあジンさん回復できんのかという話で、僕はこの人を編成しております。はい、こちら相変わらずのレギュラー枠ですね、クリスでございます。まあ古文を倒すことによってその時点でヒットポイントが回復できるっていうのは非常に強い。これに代わるキャラクターが未だに出てきてないっていうのもねちょっと不思議ですけど、まあゆくゆく思念かもしくは覚醒、まあちょっとしてくるキャラクターとして誰かが持っていくんじゃないかなと。魔法系で言ったらこのクロエとか覚醒間もなくで同じようなクリスと変わる形なんじゃねえかななんてちょっと思ってます。まあこれはさておき、まあ簡単に説明しちゃえば、先ほどのはもう回復してもらうのみ、クリス君に関しては。で物理系のダメージが入らなくなってきているので、もう攻撃のソフトとしては使いません。うん、本当にもうこのリナっていうのは使
キルクールタイム短縮をさせてあげて、スルト、そしてザハラの攻撃を使えるようにしていくだけの要因です。ある意味リナっていうのは回復要因ではなくてクールタイム短縮要因でなっております。最後にもう一人いましたね。そちらを紹介していきます。こちらですね、キリエルになっております。もうこの子を入れた原因っていうのは弱点、先ほどスクルドの火力が、まあクリティカルは自分の神話スキルによってクリ率もアップ、そしてクリダメもアップする神話スキルをつけております。なのでクリティカルは確定、ただ弱点が発動がしにくい。ただこのキリエルを入れることによって魔法力と弱点率を 80% 上昇させることができると。まあちょっとこの辺ね、スルトと被っちゃうんですが、まあ弱点率で確実にスコアを伸ばしたいためにこちら選んでみました。でスルト、スクルド、キリエルの3人が対象になるので星の加護の発動も可能となっていますと。まあこちらもキリエル、実はダメージのソースが覚醒スキル、敵4人に貫通攻撃なので、もしスクルトやザハラが、ザハラじゃない、スルトがスキルなくなった時に撃てるんだったら撃ってみたいと思って、一応ね火力も乗るような感じで、装備もつけていますということで、ほぼこれでまあ僕がちょっと今回の新しくなった牛魔王戦に関して、やってきたギミックの全てになっております。早速プレイの方をしてまいりましょう。始めてまいりましょう。まずは一発目スクルドの下打っていきましょう。うん、そしたらもう次絶対召喚してきますので、コブンをスルトの下で待ちましょうと。この召喚してくるコブンは消滅スキルを打ってきますんで、まあ出撃か制圧で倒しましょう。スルトの下が消滅じゃないですか、出撃持ちなんで。そしたらですね、スルトの上をちょっと離しておきますか。うん、そうしたらリナで回復します。結構このスルトの上のスキルもダメージ入るソースなんで、だからちょっとダメじゃないね、ダメじゃない、攻撃力アップさせといた方がいいかなとは思っています。こっから足していいね、いいタイム伸ばしてるよ。うん、8秒いけるでしょう。この地面強打が回復負荷スキルを打ってくるんですよ。自分たちの心臓に×みたいな文字が見えますよね、あれが回復できませんよっていうマークです。はい、で召喚してくると。でちなみにですけど、この召喚された子分を倒すことによってクリスの回復は関係ありません。いくらこのスキル受けていても見てのと大丈夫ですね。はい、この複数名義がねよくわかんないんですよね。あぶねー、よいしょ。うん、複数名義がよくわからん。これまあ、1ターン分だから通常攻撃とかなんか反撃系で乗ってたらすぐにね剥がれるかとは思います。複数名義厄介なのはこの回復系、こっちが本当に厄介です。うん、よいしょ。これですね、この複数名義がちょっとよくわからないです。2分5秒ですか。一応1回分乗ってますね。上の表示にありますけど、うん、誰かの通常さえ入れてもらえれば消えますね。はい、よいしょ。召喚きましたね。2分20秒か。多分このスキル打って、どうだろう。30秒までするといける？ちょっと次に打てるスキルがなくなった。うわ、地面強打来たか。これ相手に回しちゃいましょうか。デスマッシュすぐ打ってくるでしょう。どうだろうね。あ、来ますね。じゃあここで、呪いを解除しましょうね。呪い解除して、よいしょ。ついでに回復系も解除できたっていうのはちょっと。あ、オッケーオッケーオッケー。スマッシュの方がありたかった。ありがたかったよ。うん、助かります。あぶね、リナ倒れてね。オッケー、うまくいった。うん、スクルトに回してこいと。3秒、誰かが通常打ってくれたらオッケー。よし、そろそろ召喚でしょうかね、これでね。うん、
ちなみに制圧が3回分ですね。3回分なのでその辺注意してくださいと。必ずまあネガティブバフ解除を使った方がいいかと思います。これで回復するけど、スルトの上行こうか。うん、スルトの上行ってリナで回復しましょうか。はいよ、うん、回ってきそうだな。他にスキルクールタイム短縮できるようなものってないよな。うん、よいしょ。最悪これスクルドで粘れるか、うまくいけば。ボジバフ解除、うーん、まあどうやどうや、これちょっと怖いな。どうや、誰か倒れるか。うーん、きついねー。よいしょ。うー、4分20秒経過。これ召喚打ってくれた。危ない危ない危ない。キレルがね、復活リングじゃないからね、ちょっとここがドキドキしてます。スルトが暴走状態に入りましたね。まあよければキリエルの上打つか、いや、つく、うーん、どうしようかな、これ迷うな。うん、ちょっとこっちにかけてみよう。うん、で少しでもスコア伸ばす。うん、で多分クールタイムやったところでスクルト回ってこないと思ったんで、ちょっとこっちでスキルをね伸ばさせていただきました。うん、これでもうラストだもんね。はい、ということで14829、まあ一旦こんなスコアでしょうか。はい、ということでまあなんとかスコアがね出させていただきました。はい、ということでまあ一新されたボス戦牛魔王、まあちょっとは残ってますよ。デススマッシュで何らかが来るとか、小僧が証明スキルを持ってるかっていうのはあるんですけど、かなり中身変わりましたね。はい、なので結構気絶って今入れてない人いると思うんですよ。アクセでゲリズが凍結で鋼の捕食者が沈黙でしたっけ。だからこの沈黙も変わると思うんですよ。でまあこの凍結と減少効果は変わらないと思うので、アクセの方だからもう一つを気絶に変える。だからこの後沈黙とか来たらやだね。うん、4つも乗っけられないもんね。新鮮は減少効果だからね。ということでまあギミックなど下の方に僕編集しながら書き込んでおきますんで、参考にしながらやってみてくださいということで、僕の中で必須キャラはクリスかな。なんか結局やっぱりね、回復するには回復負荷スキルを解除しなくちゃいけない。例えば不滅者のリング系とかで通常ダメージを与えることによって回復負荷を解除できるとか、とかネガティブバフ解除を自分たち全員ができるとかっていうスキルがあればですよ、いいんですけど、さすがにリナのネガティブバフ解除使いの、そっからスキルクールタイム短縮 C のなんて二度手間になったらもうスコアがもう追いついていかないんですよ。それ考えたら多少のバフ乗らないでもクリスを使っていった方が僕はいいんじゃないかななんて思って、こういう編成をちょっと作ってみましたということで、まだまだ始まって半日も経ってない状況ですけど、まあ6時間ぐらい、7時間ぐらいか、今12時27分ぐらいなんでね、もしよかったらね、ちょっとご参考までにやってみてください。まあ直々ね、きっとこのボス戦のチームの中更新されていろんな編成が出てくるかと思いますんでね、やっぱりこの一番上にいるエルバルシキュウイさんも多分全然僕とは違う編成でやってるんじゃないかななんてちょっと感じていますので、ぜひともご参考にしてやってみてください。はい、本日はここまでにしたいと思います。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。